京都市バスの値上げ避けられない観光地巡るドル箱路線除きほぼ赤字。京都市交通局は15日、2022年度の市バス路線ごとの収支状況を示す営業係数を公表した。新型コロナウイルス対策の行動制限緩和に伴い、黒字路線はコロナ禍の始まった20年度以降、最も多い12路線に回復した。一方で全74路線のうち、8割に当たる62路線は赤字が続きで、市交通局は運賃改定を見込まざるを得ない状況に変わりはないとしている。2022年度の市バス路線は新型コロナウイルス禍からの回復で黒字転換が目立った。それでも市交通局が運賃改定を見込まざるを得ないとする理由は、燃料代高騰など経費の増大が見込まれるためだ。市バス会計が地下鉄会計より危機的なのは、制度上の仕組みにある。市バスよりも大きな負債を抱える地下鉄会計には地方債発行などの借金による特別な資金繰りが認められ、国の支援も受けられることが決まり、当局は運賃値上げを想定していない。しかし、市バス会計は、支出の9割を占める運転手らの人件費と運行経費を、運賃収入で賄う必要がある。地方債発行も地下鉄会計に比べて限定的で、収入の柱となる乗客数の増減は経営に直結することになる。22年度は市中心部の観光地などを経由するドル箱路線では着実に黒字化したが、乗客数全体を見れば新型コロナ禍前19年度まで回復していない。リモート勤務の普及で本年度もコロナ禍前までの回復は見込めない市交通局という、車両の4割を占める委託先の民間事業者は運転士不足に悩み、人件費の増加も予想される。燃料代の高止まりも踏まえ、値上げは避けられない同局という状況だ。ただ商店の値上げ時期は定まらない。交通局は22年3月策定の再建計画で早ければ24年度から市バスで 8% 程度均一区間料金で現在230円から20円程度引き上げると記した。市は当初、運賃の値上げ議案を今夏にも提出する方向で検討したが、4月の市議選で日本維新の会などの市長野党が躍進した影響で先送りとなった。角川大作市長は来年2月の市長選に立候補しない意向を表明しており、判断は新たな市長に委ねられる。大阪市地下鉄は御堂筋の黒字で他の赤字路線をチャラにしてたのに京都はなぜできないんだ ?250 円なら問題なくね。はんなり値上げ。一気に300円でも大丈夫。ドル箱路線で倍取れば解決。外国人は特に相場わからんだろ。全国で黒字路線なんか数パーセントやろ。京都で赤字なら、もう黒字なんてどこも無理だろ。外国人観光客は600円くらいでも乗ると思うよ。ドル箱じゃない路線が知りたい。市バスないと困るから値上げせえよ。京都は社会福祉費削りまくって黒字化してた。辞めた G さんが功績として語ってたが誰でもできる社会福祉費削りだった。特定青年健康診断という1年に1回500円で受けられた健康診断がなんと6倍の3000円になった。手ぬるいな1万円にすべき。あの枠採用の運転手の人件費がバカ高いんだよな。ロンドンの地下鉄も20年くらい前に初乗り1000円くらいにしたんだから、京都市バスも1000円にすればいい。だから地下鉄ではなく環状モノレールにしろと。日本最初の路面電車を導入したのだからモノレールもできたはず。景観が命の京都だから。工事を始めて穴を掘ると遺跡が出てきて、工事中断以下ループなので無理なんだよ。すでに地下鉄に路線通ってるだろ。阪急も少し近やろ。観光客専用の急行をメインにして急行料金を設定する。それ以外の路線は観光ポイントには行かないようにしてかつ減便する。市が運営すれば経費が高くなるだろう。市が運営を止めれば良いんじゃないの。民間委託したけど民間も人手不足で契約更新をしてくれなくなってきたらしい。観光地のみのバス路線は作れんのか。京都駅、清水寺、八坂神社、金閣寺、北野天満宮、上賀茂神社、下賀茂神社、二条城、御所みたいな。ドル箱路線の先に住宅地があるようなルートの方がいいのでは。これは普通に推奨の東山ルート、北山ルート、東西線で十分かな。あんなに観光客相手に石詰めで走らせてんのに、なんで赤字なの？一律230円。地下鉄バス1日券1100円は安すぎやろ。京都市に知り合いがいるけど高齢者は乗り放題で年間6000円くらいだと言ってけどな。それ廃止されなかった？よく知らないけど前は無料だったとか言ってたような。廃止はされてないけど購入費用の増加と支給年齢が上がってるみたい。敬老乗車券フリーパスも段階的に値上がりしていて、今年は9000円負担しないともらえません。厳密には所得によって負担額が違うので、もっと負担している人もいる一方で、生活保護者は負担ゼロ。あまり乗らない人は敬老回数券がいいかもね、半額でもらえるので、値上げしたらいいじゃない。ただし状況が変わったらちゃんと値下げもしろよ。京都市はエレベーターのドアを500万かけて漆塗りにして頑張ってるんだから、お前らも精一杯協力しろよ。京都は貧乏になりました、無駄遣いが過ぎたから。赤字路線を運行する意味がわからない。自然残しておけば、ね。ざっくり大雑把に言ってしまえばバスって乗り物は時代に合ってないんだろうな。だからといって代用になるようなものも思い浮かばん。夕張市が手招きしてるぞ。財政破綻寸前と言われてるのに、値上げせんかったら終わりでしょ。
値上げすればええやん。別に誰も頼んでないし利益ならなきゃやめればいい。そんなの全ての仕事に共通する。安いんだね、230円なのかよ。うちは最低が150円だわ。 4K 走ると300円くらいする。中京区に住んでた俺はどうしたら。バスの運転手や職員のの給料が高いんじゃないの。委託先に撤退されて高給取り運転手使ってたらそうなるわな。委託先は JR バス一択になっただけで委託はしてるよ。観光客から観光税取れや。取り方のアイデアいるけど実現できたら市の財政再建できるやろ。なんで観光客のために税金使って歩道を広げて道は大渋滞させんねん。ホテルや旅館に泊まるときに徴収されるよ。一人一泊200円。とりあえず1000万兆ある運転手の年収なんとかしろよ。今はおらんって宣伝してるわ。平均500万いかないらしいで。兼用職の給料を大幅に引き下げたはずなのになぜ。清水寺とか金閣寺と観光地ばかり巡ってそれ以外には停車しない観光専用のバス作れば。いいんじゃね。運賃は倍くらい取る。電気自動車にして太陽光発電システムを各操車場や駐車場につけろ。バス専用レーンにして自動運転を進めろ。安すぎる。タクシー乗れ。ドル箱路線を大幅値上げすりゃよくね。定期券は据え置きで。地元民は自転車と電車でいいだろ。自転車は5分も置いてたら市役所にパクられるぞ。京都はあの人口数で地下鉄作るのがまず変だったからな。大阪みたいに人流が行き来する土地柄でもないし。初乗り500円くらいにして住民は従来通りの運賃で乗れるようなパスを出せばいい。市内均一運賃やめて距離制にすればいいだろ。東山や金閣方面に行くバスなんかまともに乗れないぐらいグーグーなのに。規制しまくったつけで公共交通機関が間もなく破綻するやろ。その辺一人で乗ってる自動運転の自家用に客をホイホイ乗せられるくらいにしねえとな。130円の頃に乗ったことはある。カップヌードルとはかりにかけて歩いた。もともと安いからだろ。都市部の運賃は田舎より安いよね。都市部でタクシーに乗って安いのが意外だったわ。田舎より稼げるのに運賃は安いわ。だからそのドル箱とやらでどしどし取れや。市民は今の運賃のままで、観光客は1乗車500円とか取ればいいよ。定額やめて地方バスみたいに距離制にすれば。ドル箱の京都祇園方面使いからすると他の不採算路線の肩代わりは嫌だな。コロナの時みたいに嵐山方面も赤字になるのは少ないだろうが他の京都駅起点阪急起点以外は少なくしてもいいと思うわ。京都市域ぐらいなら全然歩くしレンタサイクルで十分。レンタサイクルすらすぐなくなるが。値上げすればいい。廃線よりマシだろ。一律初乗り500円からとす。京都は北王子バスターミナルの存在をもっと観光客に教えるべき。地下鉄で北王子駅まで行って、そこからバスを使った方が早いし空いてる。観光名所の密度は北部の方が高いからそれはありなのよね。ついでに北王子に大規模荷物預かり所、まあコインロッカー分を整備するといい。京都に20回くらい入ってるが、あそこはわかりにくい。結局は京都駅を中心に行動範囲を考えてしまう。最近なら富田林が記憶に新しいが、もうどんどん公共交通に頼れなくなってきてる。自動運転バスもまだ難しいし、できる限りは自力で車なりバイクなり自転車なり電動キックボードなりを転がせんといかんね。京都はもう自転車の方が便利そう。盆地の中だけなら、電気自転車があれば十分通勤できるんだよね。京都は中心部に大企業が集中してる。構造ではないから。郊外に工場や会社が散らばっている。2日間乗り放題4000円でいいだろ。箱根はやってるぞ。年収1000万がどうたらといった広告を、自ら出しているほどだしねえ。未だに小づく市民様がおられるのでしょうか。そらそうだろ。スタグフレーションの中で経営を維持しようと思ったら、値上げする以外に方法はない。赤字なら、廃止にするか値上げするかの二択だろ。どっちにすんだ。地企業じゃないし、市税突っ込んでもええんやで草。もっともスタグフレーション環境下で少々支援したって焼け石に水だから、素直に値上げするのが正解だわな。バス全廃して地下鉄に誘導するしかない。地下鉄は乗車率 300% くらいにならないと黒字にならないので、京都駅から清水寺行きたいなら京阪電車の七条駅まで歩け。清水寺まではかなりあるぞ。祇園山まででも1時間近くかかるだろ。観光地巡るドル箱路線を金ピカバスにして料金5倍にしよう。自社から固定資産税取れよ。神奈川市営みたいに一律220円にしろ。市バスや地下鉄は税金投入してなんぼだろ。施設と違うんだから初めから採算度外視だろう。料金を大幅値上げして、通勤通学定期の割引率を大きくしてもいいな。もちろん定期券は顔写真付きで草。さっさと民間委託しろや。今の京都市バス民間委託だらけやぞ。JR、京阪、近鉄、阪急入ってるんやで。そやけど京阪や近鉄や自社のバス路線が人は知らんようになって京都市バスの委託業務から撤退した途端、京都市バスは赤字に転落やて、仕組み変えて民間こき使って黒字出すなんて、アホかっちゅうねん。今の料金が都内のバスとほぼ同じだから乗車率から見てもやっていけるはず。調子こいてあげてゆくとある時から突然ぱったり人が乗らなくなる。都バスも赤字だぞ。京都が貧乏な意味がわからん。なんでなの。大学、学生が多すぎて、税金を取る先が少ない。まあ、三菱とかします、京セラとか大企業も多いんだが、京都市から逃げていくし、主要な産業が宗教施設だから、これまた税金が取れない。地下鉄なんか作らんで路面電車にすればよかったのに。京都で路面電車は昔走ってたけど無茶やで。
動画5番の目や境に加速したらすぐ交差点ですぐ赤信号やろ。ほんで道も狭いねん。どないしようもないわ。電車優先信号にして軌道内車完全進入禁止にしたらまともに走れるかもしれん。黒字で運営しようとするな。市営でどうせ非効率なんだから赤字で運営して常に叩かれて改善しようとしてろ。これもまた一つの見識やな。福祉行政とみなして運営するのもな。赤字がでかすぎるのもダメだが。観光客も自転車で回るように変えたらいいよ。バスを廃止してポートがいろんなところにあるレンタルバイクに変えたら渋滞も減るから。年寄りに大盤振る舞いして山奥の過疎地にもバンバン走らせるんだし、そりゃもう受からないだろ。そんな山奥に平地の駅前同等のサービスを提供しようとするから無理がかかる。山奥に人が住まないように長いスパンで街づくりを変えていく必要がある。そこで畑とかやってない限りそんなところに住む必要はないわけだから。京都駅からのバスが便利すぎるんよ。財政考えたら京都駅発着のバス廃止、地下鉄路線から乗り換えてバス乗るようにする。だけど不便よね。学校や自社から税金入ってこないなんて言われるけれど、行政の無駄遣いもあると思う。最近も市役所の改修で贅沢というか無駄遣いして叩かれてたでしょ。なんというか物事を全体的に見れない人が多いな。バスの問題は全国レベルで起こってるんだから、全国で共通で実施できる施策を考えろよ。市バス運賃値上げて漆塗りのエレベーター増設します。草漆塗りじゃないぞ。漆塗りの上に金粉を巻いた蒔絵だぞ。エレベーターのドアに700万円だぞ。構成変えるだけでいいと思うけどな。東山ルートは足りてないし、南の方の路線はガラガラだけど運行の便は良い。赤字路線を最低限のインフラ程度にすれば良い。赤字路線でも市民の足の維持を約束することで、ドル箱路線の独占を許されてるんやで。財政再建団体に落ちると京都市の予算は国が組むことになる。その際に、そんな言い訳は一切通用しなくなるよ。無駄金は徹底的に排除される。ドル箱路線以外も運賃をドルにしたら円安で儲かるだろ。明暗値上げの方が減便やら運休よりマシ。2階建てバスにすればいいのに。値上げするか廃業するかしかないんだから値上げしてみればよくね。外国人旅行者って鉄道フリーパス券やら帰国時に消費税返ってくるわで至れり尽くせりなんだろ。そりゃ観光客増えるよな。京都市内だけどスーパーの値下げシール商品を外人観光客のグループが買い漁っていたぞ。値上げすればいいんだよ。政府の無意無策の結果がコスト増なんだから、責任は政府にあると割り切ってどんどん転嫁すべき。食品メーカーは躊躇なく値上げしてんだから気にすることはねえんだよ。京都のことは京都人で決めるらしいから、まあお手並み拝見ってところやね。草一軒さんお断りバス。あの利用者数で赤字なら経営が下手なだけだろ。均一料金の範囲が広すぎると思うんだよな。値上げっていうかそれを狭めるだけでも違うと思うのだがな。関所だ関所、観光客から金を取れ。定期券据え置きで通常料金を3倍にしたらええやん。そやな、バスはぽっきり1000円にしたらええな。逆に地下鉄は100円にするとか。市バスそれも京都もあれだな。市バスの公務員給料1割減で十分黒字になる。そもそも給料が一般バス会社の倍以上やからな。市バス運賃値上げなんか京都市民に対する増税や。黒字でないといかんのか。人件費下げろよ。値上げ、減便、廃止合わせて検討しろよな。うんちゃんのモデル年収はいかほど？路線バスの給料安すぎて人手不足なのに、平均873万にケチつけてどうすんの。人件費削る前に観光客から金取れよ。無駄金は使ってはいけないけど、人件費を削って労働者を安くこき使うのは許されない。市電は数十億でできるみたいだから環状線だけ復活させろ。数十億じゃ車両代で全部消えるだろ。宇都宮ライトレールの整備費にいくらかかったか調べてみろよ。宇都宮のライトレールやばいよな。完全に不要。京都は横領する余裕なんてないからな。文化財らにかかる費用がかさむのに宗教法人と学校法人ばかりで税収が足りぬ。何でもそうだけど無理なら素直に値上げしろよ。よその国の経済成長も結局値上げしてるから数字がでかくなってるだけだからな。値上げを嫌うから停滞してるだけだぞ。利用客がいるのに赤字になるのなら値上げすればよいだけじゃん。かなり前の話だけど市バスが1時間ぐらい来なくて、結局3台まとめてきたことがあった。遅れたお詫びもなく、これが普通なのが京都。たまにしか乗らないけど遅れるの京都だと通常な気が。10分以上遅れた上に満員で乗れないパターンあるし、ドル箱の均一料金やめたら。京都市バスこないだ乗ったけど運転荒すぎ。タクシーと福岡ナンバーの乗用車にぶつかりそうになって2回急停車するし、横断歩道上で信号待ちするし。1万円でバスに乗り放題とか良いとこだね京都って。民営化すりゃいいのに。民営化してもよほどの僻地でない限りバスは運行してくれる。実家が駅から1時間以上かかる集落だけど1日2本通ってる。集落の規模もそんなに少ないないけどな。数万人レベル。積み残しが出るくらいのぎゅうぎゅう詰めで赤字ならどうにもならないな。公営バスで黒字のとこってそもそもあるんかね。京都市とかかなり条件は良さそうだが、僻地山間部が多いのが足引っ張ってるんかな。僻地は京都交通が担っている。都バスは黒字じゃないの。東京人特有の勘違いだね。東京都バスはなぜ56年も営業赤字なのか。東山を通るバスなんかどれも超満員でまともに乗れないのに、稼いだ金はどこに消えてるんだが。赤字路線に使われてるのでは。
京都の市場あたりは都市空洞化してるよな。廃墟ホテルがいくつもあるし、下京警察署向かいの建物やすき家4畳店隣の建物は6階以上の建物でテナントはほぼゼロ。2ヶ月前は完全にゼロ。バス運賃160円くらいの時は、学生だったけど気軽に乗ってたな。今は220円も出すのがバカらしいから、3キロくらいなら乗らないで歩いてる。現客で3キロ30分として、たったの220円ケチって貴重な30分浪費するとかアホでしょくさ。俺の場合は医者に太りすぎだから歩けって、言われてるからちょうどいいんだわ。あと7キロ落とさないといけないし。観光税は早く検討した方がいい。京都はブランドだし少し高くなっても大丈夫。赤字路線を整理したら運賃を値下げできるだろ。運転手や関係者の給与が高すぎるからだろ。さっさと下げろ。それやった末路が大阪の金剛バスでは、今は運転手不足なので待遇が悪いと運転手が集まらない時代。高すぎるどころか賃金安すぎて運転手のなり手がいないレベルだよ。自分の頃よりも自転車に乗ってる学生が明らかに増えてるしな。学割でもバスなんて乗ってられないんだろうな。駅にレンタル電動自転車とキックボード大量に置いとけいいじゃん。レンタサイクルにしても電動キックボードにしても、バス代より高すぎるんだよ。バス代が安すぎるだけ。京都駅や四条河原町から観光地直通の急行バスを走らせればいい。海外だって交通機関で黒字のところなんてほとんどないでしょ。今でも均一運賃で230円なら結構高くね。ドイツは全16州合計で毎年80億ユーロ以上が地方の公共交通維持に投入されてるっぽい。天気や荷物によるけどレンタサイクルの方が気持ちいいよ。素直に値上げしろ。燃料費の高騰は広範囲に影響が出るね。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。